おい、怖い目にあって村に帰る気になったみたい。心配いらないよ。言ってることがわかるのか。なんとなくだけどね。ばあちゃんに早く会いたいって。きっとたくさん愛されて育ったんだね。みんなもばあちゃんに会えて嬉しいって。ありがとうね。たくさん走り回ってお腹空いたでしょ。頑張ってくれたお礼にばあば特製ピッピの丸焼きを焼いてあげますからね。え、遊びに来てちょうだい。とびきりおいしいチキンを焼いて待ってるわね。オイラ、とんでもない勘違いをしてたのかな。みんな本当は必死で逃げようとして。生きるには必要なことだ。子たちもそろそろ食べ頃かしらね。あら、お腹空いてるの？よかったらうちでご飯でもどう？